スフミは国際的にはジョージア国内の自治共和国とされているアブハジアの首都、ロシアなど少数の国からは独立国家アブハジア共和国の首都として承認されている。国会に臨む人口は62,914人。国会の東の大きな湾に面し、港を有し、鉄道の分岐点でもある。亜熱帯気候で光線を散し 旧ソビエト連邦時代は屈指の保養地として知られ、多くのホテルの立地する典型的リゾート地であった。1840年にできた植物園はカフカスでも有名であった。郊外のスフミバブシャラ空港はアブハジアの玄関口である。旧石器時代の遺跡が発掘されている。紀元前6世紀頃、ミレトスから来たギリシア人によって、ここに植民都市ディオスクリアが開かれた。 その後、ポントス王国のミトリダテス6世に征服され、次に、ローマ帝国に支配され、アウグストスによって、セバストポリスと名付けられる。ユスティニアヌス1世によって、トリデが築かれ、東ローマ帝国の重要な拠点となる。8世紀、マルワーン2世の軍勢に侵略される。15世紀から、オスマン帝国の侵攻が始まり、16世紀半ばに、オスマン帝国の一部となり、 ここに、堅固な要塞が築かれる。1810年に、ロシア海軍がこの地に入り全勝基地とし、1864年に、ロシアに併合される。ロト戦争では、一時的に、オスマン帝国に占領される。ロシア革命では内戦に、アブハジアも巻き込まれ、ボリシェビキ勢力が鎮圧された後の1918年、グルジア民主共和国が誕生し、 スフミもそれに編入される。1921年、赤軍がこの地を制圧すると、グルジアソビエト社会主義共和国と連合を組む、アブハジア社会主義ソビエト共和国の首都となる。1931年、アブハジアは、グルジアソビエト社会主義共和国の中のアブハズ自治ソビエト社会主義共和国となる。1989年には、人口で11万人と、 グルジア有数の規模となり、ソ連の指導者たちのダーチャーが市内に多くあった。しかし、1989年からのアブハジア紛争の主たる戦場となり、1992年から1994年にかけての戦争では、連日の空爆、砲撃で市は大きく損傷した。1993年9月のスフミでの戦闘で、スフミを奪回した。 現在は緩やかながらも復興しつつある。すふみ植物園2003年の調査では、鉄道市内の西側には、アブハジア鉄道のすふみ駅がある。ありがとうございます。